はい、どうも、ゲッティです。石井のかっちゃんです。ブリヒー、どうも、ブリヒーです。よろしくお願いします。笑い芸人みたいな感じで、こういう感じでちょっと笑い芸人なんですか。もともと吉本でやってて、あ、なるほど、はい、そのあとも完全に YouTube に、完全に YouTuber だなと思って、まだちょっと芸人が抜けてないんで、こんな感じで。あ、なるほど。で、今回なんですけど、ちょっと一緒に野球やらせてもらいまして。そうですね、はい、そうですね、僕のチャンネルで。はい、どうでした、ケティさん。あ、まあ、結構微妙。これすごい上手いか、すごい下手の方が良かったんですけど、ちょっと中途半端というか、中途半端なやつか。ヒットも打てず、何の活躍もできなかったし。ただちょっと今回なんですけど、もっと YouTube も始めて7ヶ月ぐらい。今回もうちょっと皆さん、モサじゃないですか。登録者どれぐらいなんですか。今 2.5 万人。あ、結構いるんですね。ありがたいことに TikTok でバズって、すげえ。彼がちょっとバズって。何でバズったんですか。いや、顔じゃなくて、笑いをこらえるニュースキャスターっていうのをすごい完璧に演じきって、それを TikTok とか Twitter で流したら、Twitter で特にめっちゃバズって、一つの動画で。ありました。あるか。え、その人。その人です。おお。え、わかります。いや、だって結構バズりましたよ。誰が。Twitter で500万回ぐらい再生。すごい。番組みたいな編集してってことですか。あ、見たわ。え、知ってる。知ってます。嬉しい。マジか。なんすか。すごい。今回ちょっと皆さんに、僕ら今その 2.5 万人まですぐ行けたんですけど、明らかに伸び悩んでるんです。どっちが原因なんですか、これ。僕かもしれない。バズってないですもんね。僕はバズってない。確実に足引っ張ってる僕の可能性あるんですけど、ただ猛者の皆さんにちょっと今こういうことしたらいいよとか。名門校のスコアラー。いや、ぽいですけど。名門校のスコアラー、TikTok やってください。名門校のスコアラー、めちゃめちゃ、あ、それいいかもしれないです。はい、それやってください。いいスコアラー書いて撮りましょう。そういうところあるんですけど、ちょっとそのニュースキャスターの今動画をちょっとサクッと見ていただいて、はい、アドバイスいただけないかな。あ、なるほど。すごい申し訳ないですけど、もうバズってるのに。いや、でもことしたらいいよって今ちょっと。でもなんか今モサの皆さんで言ってくれてますけど、はい、実際モサのこの人だけですよ。確かに。なんなら俺も飲み悩んでるんで。なんなら欲しいですけど、俺も。僕もずっと見させてもらってるんで、本当に。今ちょっと携帯で申し訳ないですけど、サクッとこんな感じでやってるっていうのを見てもらって。何本ぐらい動画上げて、あ、これですか。あ、それが。それとかまあいろいろですね。これもあるんですけど、一番バズったのが多分。220本出してるんですね。すごい。週5で上げてまして、7ヶ月でってことですか。最初毎日投稿してたんですけど、ちょっとさすがに続かなくなりそうだったんで、週5にして。これも今専門でやってるんですよ、これを。専門でやってます。これだけやってます。すいません。他の仕事せずにこれだけ今頑張ってる。今これだけです。一番伸びてるの見てるんですか。一番伸びてるのは人気順で見たら分かります。91万。うわ、すげえ。これが一番ツイッターでバズってる。あれですね、ニュースキャスターがバズってるってことですね。すげえ。で、ここでバズったから、そのニュース系の全部ニュースキャスターばっかり。ニュースキャスター系なんですね。こすり続けてどんどん落ちていった。どんどん。あの、まさにその通りなんです。かなり痛いところですか。まさにその通りなんです。全部もう。てか、もうニュースキャスターじゃないですか。出てきてない、全く。出てきてない。そうだ。何、この間 AD 役とかですか。 AD 役とか、ニュースに出てくる犯人役とか。あー、なるほど。サムネ一つもおらへん。そうですね。未だに7ヶ月経って、お前誰やって言われる。あ、なるほど。で、そんな出てないのに急に回すこと。そうなんですよ。なるほど。ニュースはすごい上手いんですけど。ニュースはすごい。回しはもう勝手に回す。あ、なるほど。あれなんですか、滝沢カレンさん出てるんですか。あ、いや、モノマネ芸人です。モノマネ芸人。なるほど。女性の方を募集しまして、そしたら滝沢カレンのモノマネ芸人の方が出てきて、来てくれて。YouTuber っぽい企画はやらないんですね、逆に。今のところほとんどやってない。あ、やってない。たまにやったりするんですけど。ただそこら辺もちょっとやっていったらいいのかとか、ニュースをこのままずっと続けていったらいいのか。まあ、ニュース続けるのは限界ありますからね。そうですよね。結局、最終的にどうなりたいかによると思うんですけど。最終的にどうなりたいか。まあ、なんかその YouTube の使い方っていっぱいあって、再生数だけ追っていくのか、はい、それとも、要はなんかファンをちゃんとつけていくのかとか、なんかいっぱいあるじゃないですか。はい、どこ目指してんのかなっていう、いろんな方向性あるじゃないですか。はい、それによってやっぱその動画のあれって変わると思うんですよね。で、最初僕らが YouTube 始めるとき、はい、2人で面白いことやっていこうってなったんですけど、はい、その前に TikTok の方で僕の動画がバズってたから、はい、とりあえず YouTube のその動画上げていこうって言って、上げたらなんかもうトントン拍子で最初言っちゃったんですよ。ははは。だから本当の最初の始まりは僕とかっちゃんで、まあ、自分たちが面白いことやってファンを築いてっていう感じでしたね。ぶっちゃけでもまあ何て言うんですかね、どんな YouTuber になりたいかでもそいつの真似するのが一番早いんですけどね。あ、やっぱ自分たちが真似するのが早いというか、はい、その真似したやつをちょっと変えるというか、はい、タイトルとサムネを変えたりとか。なるほど。まあ、真似から入るのが一番硬いんですよね。で、やっぱ YouTube ってもうヒットするコンテンツってもう決まってて、やっぱ例えば食とか、はい、もうなんか食べるのってヒットするんですよ大体、はい、うん、答えがもう YouTube でヒットしている人間にあるというか、
真似しやすそうだなって、俺らでも真似できるなって思うやつを人気モデルで見つけて、はい、そいつを真似するのが一番硬いんですよね、正直。本当に完全オリジナルでいくっていうのが難しくて、僕とかも最初そうやって真似しましたからね。なんか再生数たくさん取ってて面白くないやつっているじゃないですか、はい、そいつ真似するんですよね、はい、あー、はい、なるほど、はい、なんでこいつおもんないのに再生数取ってるんだろうってやついるんですよ。探して絶対いるんですよ、はい、こいつクオリティの割に再生数取ってんなっていう、はい、そしたらそれはそいつが面白いんじゃなくて、そのネタが面白いから取ってるんですよ、はいはい、だからそのネタパクリは取れるんですよ、っていうことですね。どうぞどうぞ知らない、染みた、まあ、それ簡単ですよマジで。だからその企画で YouTube って根本見られるんで、はい、その企画スタートで中身が後で見られるじゃないですか、はい、だから企画でそのマネできそうな企画やってるやつでヒットしてるやつをマネするのが一番まあ硬いなと思います。そこにちょっとオリジナルを加えるっていうか、うんうん、なんかやっぱ色があると伸びるんかなっていう。やっぱ今時代的に厳しいですけどね、 YouTube でやっていくっていうのは本当に、うん、厳しいですけど、まあ勝てないこともないんで絶対に、うん、あとやっぱり毎日投稿って大事ですか。いや、もう今の時代は毎日投稿いらないですね。いらないですか。いらないです、うん、もう今はもう YouTube 上に YouTube のその動画がありふれてるんで、はい、そのみんななんとなく YouTube 見てた時代から選んで見るようになったんですよ今、うん、昔ってチャンネル登録してる人少なかったんで、本当に登録しても10人ぐらいしか流れてこなかった。今もう100人とか登録してるんで、たくさん動画流れるんですよ、うん、その中でサムネタイトル引かれなかったらもう弾かれるんですよポンポン。で多分最初ってファンいないじゃないですか。ファンいない状態でサムネタイトルにしかまず見られないんですよね。ここがもうフックで面白くなかったらもう誰も見てくれないってみたいな、まあ、僕らぐらいの登録者になるとある程度もう固定でどんな動画でも見ますよみたいなのがいるんですけど、最初いないんで、とにかくサムネタイトルが大事ですね。もうそこで見られなかったらもうどうもならないって感じ、ポンポン。まあでもその Twitter とか TikTok をもうまく使ってるんだったら、はい、まあ、そこはなんか活かしたい気はするんですけど、うん、なんかファンの付き方的に多分これっておそらく男だと思うんですよね。男性視聴者だと思うんですよ、これ好きだと思う、好きなの、はいはい、で男って一番難しくて、やっぱその中身見るんでネタが弱かったら見ないんですよ。だからそこで戦っていくのは結構しんどいんですけど、まあもうそれを続けるんだったら仕方ないなと思います。でも女性ファン取るとやっぱ一番強いです。後々楽になりますね、うん、でもこの時代は多分女性ファンつかないんで。確かに、確かに現状 80% ぐらいしか、あ、 80% の人が僕らの動画男性見てますから。そうです。だからどういう感じの YouTuber にするか、今多分これってなんか色物として見られてるというか、はい、なんかこう生放送のそのニュースキャスターの時は面白いみたいな、はい、これはまあ面白いけどみたいな、で別に人間として面白いと思われてないみたいな状態だと思うんですよね。これをそのままネタだけで勝負していくのか、人間として魅力的だと思わせていくのかって結構難しくて、まあ、とにかくやっぱサムネタイトルは本当大事なんで、あとまあ真似することですね。とにかく僕が思うにやっぱりヒットしてるやつっているんですよ。やっぱその登録者30万でも再生数30万ずっと超えてるやつとかいるんですよね。そういうやつってもうネタが強いんですよ。今の時代に合ったネタをやってるから、それを真似するっていうのが大事ですね。その空気感とか世界観みたいな。いや、これは勉強になりますね。ちょっとこっちもしっかり聞いちゃったっていう。そう、しっかり聞いて帰ってもう一回見ます、絶対。まあ本当にヒントはやっぱね、売れてる YouTuber とかこれから売れそうな YouTuber にあるんですよ、はい、そのどんな動画がヒットするかとかって時代によって変わっていくんで、それをちゃんと見るっていうことが大事ですね。で見てこいつどんなサムネしてるのか、どんなタイトルの付け方してるのか、でそいつらのコメント欄見て、視聴者はどこにどんな反応してるのかって全部答えがそこにあるんで、それをどれだけ時間かけて見るかなんですよ。で僕ぐらいのレベルになってもやっぱそういうのを調査してるんで、で流行り廃りじゃないけど、ヒットしてるやつヒットしてないやつの差を見てるんで、そしたらやっぱね、ちょっとしたところで視聴者は今言ったら感情を揺さぶられたりしてるんで、あ、じゃあそれを取り入れようっていう風になってくるんですよね。だからいらないとこカットしようとか、こういうとこカットした方がいいんだとかっていう、そのヒントが全部やっぱヒットしてる動画にあるというか。いまだにやっぱりヒカルさんでも YouTube のアナリティクスってめちゃくちゃ見たりする。めっちゃ見ますよ。コメントも見ますしね。僕は一番見てますね、多分。もう一生見てますよ。あ、本当ですか。一生、もうやっぱ、ね、びっくりするぐらい見てます。それを見るやつがいないとやっぱ落ちていくようにできてて、はい、やっぱ結局市場調査なんですよね。僕ぐらいある程度人気があってもやっぱね、ヒットしない企画やったらヒットしないですから、臨機応変に対応していかないと、はい、厳しい世界なんですよ。だからそこが難しいです。で、投稿頻度は別に少なくてもいいですね。週 2,3 とかでも、最初はレベル高い動画出さないと、まあ見てもらえないんで、うん、なんとなくの動画上げても絶対見てもらえないんで、他にない動画をどれだけ作れるかですね。あとはヒットしてる動画のマネージしたような似たようなやつ。このニュースを続けたのはこと自体は良かったってことですよね。まあ難しいところ、それは正直。なんていうか、
こればっかりの人になっちゃったら、そうですね、はい、で結局これってずっと続けれないじゃないですか、うん、でしかも続けたにしてもやっぱ続け方が下手くそだったんだな、うん、タイトルもやっぱ全部放送事故って入れてるじゃないですか、うん、こう同じタイトルって根本あんま受けないんですよ、うん、そうなんだ、ちょっとここ変えるとかしないとやっぱもったいないなと思いますね、うん、見せ方が、あとサムネがやっぱね似てるんで、でもちょっとそれもやっぱ魅力感じないかなっていう、いっぱい見た時に差が分かんないというか、どれもってなったら再生数高いやつしか見ないですよね、はい、勉強になるな多分ねマジでめっちゃ俺も次勉強してますまあでも難しい世界ですね、本当に YouTube 今特にその僕のやってた時代と比べたら、普通にやったら多分なかなか成功しないですけど、まあでもコツをつかむことですね、本当になんかこういう動画を出せば大体どれぐらい再生がいくのかとかっていうのがつかめてくるんですよ、なんか感覚として、うん、やってたらこれは大体100万再生いくんだろうなとか、これは初速50万円後から100万いくだろうなみたいな、中身取っててとかっていう感覚を養うことですね、やっぱとにかく見ることですね、たくさんの情報を、ただ YouTube 見るだけじゃないですよ、僕 YouTube の動画なんか見ないですから、要は例えば誰かのチャンネル見ますってなった時にそいつの動画再生しないんですよ、タイトルサムネとコメントしか見ないんですよ、そこだけで十分データが集まるんですよね、で動画の中身とか見たところ意味ないんですよ、でコメント見たら何分何秒ここが良かったみたいな、そこだけ見るんですよ、なでそしたらどこで視聴者はいいと思ったか悪いと思ったのか全部載ってるんですよね、じゃあその要素を取り入れるだけなんですよ、本当にそれだけなんですよ、ああいやちょっとそうだから、コメントと本当に評価とさ、まあ、サムネタイトルこの辺だけですね、見るのこれをヒットしてる YouTuber、 特に自分たちが今から慣れそうな YouTuber ですね、いきなり今から僕とかなんか参考しても遠すぎるんで、登録者10万20万で今から来そうなやついるんですよ、本当にもうこいつら再生数も2、30万アベレージ取るし、でも登録者にまだ2、30万しかいないみたいな、そいつらから盗むべきですね、そこまでヒカルさんがそのアナリティクスを見たりとか、はい、コメントを見てるとは思ってなかったですね、まだまだ甘いですね、まだまだめっちゃ甘かった、なかなか難しい世界ですよ、うん、頑張って少しでも追いつけるように頑張っていきましょう、1年間でも、はい、皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ということでまた明日の動画でお会いしましょうそんな終わり方、ニュース以外の締め方わからないまた明日オーソドックス すごい勉強になりましたね。なんで俺が回してんの？さすがに緊張したでしょ。さすがに。何で俺が。まあまあ家帰っていろいろ教えていただいたことを参考にしていきましょうよ。1年間の目標10万人ですか。あ、そうですね。まあ、すごいとりあえず指名だけもう一回取って無理です。もう無理です。